It's my life.どうもこんにちは、山本オロチです。いつもご視聴ありがとうございます。いや、ほんと暑いですよね。もうメダカ、外のメダカがもうかわいそすぎて、もう茹で上がっちゃうんじゃないかと思ってね、今回はもうエアポンプを、エアを入れようと思いまして、エアポンプを買ってみました。でね、うち外に電源とかね、コンセントがないんで、ソーラーポンプを初めて買ってみました。こちらアマゾンで購入して、いかが2790円っていうタイムセールになってたやつを買ってみました。中国製ですね。まあ、どんだけ、エアが出て、まあ、ソーラーね、継続してもらえるのか、ちょっとね、使ってみたいと思います。ほんとね、少しでもね、メダカに、ね、なんか過ごしやすくしてもらうようにね、もうエアを入れようと。今まで入れたことないんですが、外のやつは。今回はもうやってみようと思います。そしてね、やはりこれ中国製なんで、なんか説明書もね、あれですね。なんか変な日本語の片言の日本語みたいになってますね。なんで読んでもちょっとよくわからないです。まあ簡単そうなんでね、こちらのパネル、これもソーラーパネルなんでね。これにもう線を繋いでいけばいいかなというような感じだと思います。はい。とりあえずね、線を繋いで、いや、電源、スイッチみたいなところを押してみました。かなり出ますね。これね、南側で、いつも日が当たってるところなんですけど、まだこれ朝なんで、全然日は当たってないんですが、エアが出ます。すごいですね。結構、4つ分岐して出してるんですけど、普通に出てますね。エア。でね、これ、ちょっと強すぎたんで、軽くね、この、なんていうの、こう分岐のあれで調整はしてるんですよ。パワーかなり強いですね。4つ出してこれなんで。かなり強いですね。であんまりほんと、全然まだ日が当たってないのに、この明るさだけで、この強さなんで、すごいですよね。ここもこれ。すげえな、これ。ちょっとね、説明書がないようなもんなんで、まあちょっとよくわからないんですが、これソーラーパネル後ろにボタンがあって、そこに電源があるんですよね。そこを押して、緑色だと強いのかな。で、青、もう一回押して青になると、ちょっと弱くなって、もう一回押すと、さらになんか弱いのか、間隔が空いてやるのか、みたいな感じになりますね。だから3段階の強さがあるような感じになります。で、もしかしたらこれバッテリーも内蔵されてるのかもしれないですね。正直日が当たってないのに、当ててない、最初からもう、こうやって出たんで押してボタン。もしかしたら、バッテリーが内蔵型の、したら結構いいやつですね。これで2700円ぐらいか。いいですね。コスパがいいな。これいいっすね。これでね、夜中もね、夜も暗くなってからも、エアが出てたら、かなりいいですね。こうやってちょっと強いんで、もうメダカたちも、初めての多分エア、こいつらはエアだと思うんで、多分近寄ってきてますよね。テンション上がって。ちょっと強いっすね。もうパワーは申し分ないですね、これ。いいっすね、これ。これでね、少しでも水面を動かしたりもしてね、エアが入ってってくれれば、この暑さでもね、多少なりともね、対策になるんではないかなと、この暑さ対策になるんではないかなと思ってます。ちょっとね、このエアチューブが見えちゃうのがちょっと嫌ですけどね、なんか見た目的に。ここはね、なんか後で、なんだ、配線のカバーケースとかでも買って、その中にうまく入れれたらいいな。ちょっとこのエアチューブがあれですね。ここのポン、あれとね。すごいな、これ。これバッテリー内蔵式ですね、多分。これいいっすね。これもう一個買おう。
これ1個で結構な数のエア出せますね、少しずつなら。うん、いいですね。ああ、やっぱな、エアチューブはちょっとな、その辺の配線が嫌だな。うん、でも、うちのメダカは、ほんと、エアが初めてなんで、やたら近寄ってきますね。うん、てか、酸素欲してたんですかね。まあ、こんだけ暑いんでね。まあ、こっち側はね、結構ずっと日が当たってしまうんで。いや、いいですね、マジで。ほんで、こっちでね、この日に当たって、多分これ充電されて、バッテリー内蔵型だと思うんで、これ多分夜もいけますね。弱めにしてつけといて、ん？うん、いけますね、これ多分。あ、すごいな、4つつけて、パワーすごいですね。おー、はい、ってことでね、5時半でちょっと見に来ました。動いてますね、もう日は当たってません。全然動いてますね。同じ量ですね。変わらないぐらい動いてますね。動いてますね。うん。で、ちょっとカバーダイソーでケース買ってきました。あんまうまく入ってないんですが、まあ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 、最初よりはいいかなっていう感じになりましたね。ほんとエア好きですね、メダカさん。ここはね、エビもいっぱいいるんで、エビもね、エア、好きですよね。すごい上にいますからね、エビも。いやー、これ夜も行くな。はい、8時ですね。8時過ぎです。あ、やっぱりもうこれバッテリーですね。充電式バッテリー入ってますね、これ。内蔵されてますね、確実に。あ、いいの買いましたね、これは。いい、これ弱めにつけとけば多分1日持ちますね。夜中も持ちますね。うん、これ夜外にコンセントない人にかなりおすすめですね。で、電気代もかからないんで、かなりおすすめです、これ。ソーラーエアポンプ。バッテリー内蔵型、かなりおすすめです。ということで今日の動画はここまでとなります。今日の動画はソーラーエアポンプを買ってみました。という動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、メダカ通しようぜ。